野々村誠の広島魅力発見。今週は子ども図書館を調査します。中区元町にある5 days 子ども図書館、子どもの本専門の図書館でおよそ20万冊の本を所蔵しています。広島の子どもたちに大人気の施設なんですよ。村本さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今何かイベントが開催されていると聞いたんですけども。はい、4月23日は子ども読書の日だったんですが、それに合わせ広島市にある13の市立図書館で子ども読書祭りを実施しています。今年のテーマは昔に出会おうです。昔に出会おう、どんな催し物なんですか？はい、例えば子ども図書館では土器など昔の道具の展示や鎧や兜を着る体験イベントなどを予定しています。他にも昔話を取り入れたお話し会や昔をテーマにした本の展示などお楽しみが盛りだくさんなんです。それではここでクエスチョン。子ども図書館のマスコットキャラクターのこの子、この子の名前は何でしょうか？1チルチル、2ブックル、3まこっちゃん。本当に可愛いでしょ。僕も昔アイドルって言われたんですよ。広域都市圏イベント情報。秋田方市では菅神社での大祭式典を皮切りに一入り祭が始まります。子ども歌舞伎では吉田中学校の子どもたちが役になりきって演じますよ。ぜひお越しください。子ども図書館では2週間本を借りることができます。返却は広島市立図書館ならどこでも OK。 これは便利。村本さん、この子のお名前は？はい、この子はブックルです。ブックル、館内のいろんなところにいるから探すのも楽しそうですね。そうですね。ちなみに子ども読書祭りの期間中はスタンプラリーを実施しています。好きな市立図書館に行ってスタンプを3つ集めるとこのような缶バッジがもらえます。ブックルの缶バッジが欲しい。ということで子ども図書館のマスコットキャラクターはブックルでした。子ども読書祭りは5月19日まで。イベント期間外でも妊婦さん向けのお話し会を毎月実施したり、中学生と高校生相当の年齢の方のボランティアの募集などもしています。大人も子供も遊びにおいで。まこちゃんでした。ザ・広島ブランド認定特産品の中からソルティミルクジャムを抽選で3名の方にプレゼントします。番組ホームページからご応募ください。次回は広島観光親善大使を調査します。